打ち合わせて。ああ。福岡市内のクリニック。年末年始から、はい、やっぱりあの鼻炎の症状、はい、鼻水が、はい、とても出るような形になりました。あ、そうなんですね、はい。こちらの女性は、鼻の粘膜がやっぱこうパンパンに腫れてて、今年はちょっとあのいろんな、気象の関係で若干早く飛び始めてる。ですから症状が少し早く出てる可能性があるんですけども。先週ぐらいからです。花粉症の症状が出始めてきました。早いです。花粉症で来ました。年明けすぐだったので風邪か花粉症か分からなくて。1月に花粉症。いや、ちょっと早すぎるかな。こちらのクリニック、なんと年が明ける前から花粉症の症状に悩む患者が訪れ始めたといいます。例年だと大体1月の下旬から2月の上旬ぐらいに少しずつ花粉の飛散が増え始めた頃から症状が出る方が多いんですけれども、12月の終わりぐらいからパラパラですけれども来られておられます。鼻水の方が結構出てますね。今多分3月ぐらいから鼻水とくしゃみと出始めた気がします。1週間前ぐらいに、あ、花粉飛んでるかなって思いました。いつもより早いと思います。ゴミが入ったみたいな感じがします。鼻水とかが結構出てきついです季節外れともいえる花粉の飛散。こちらはさまざまな植物の研究が行われている久留米市のセンターです。一般的にあの杉も植物ですので、桜とかまあ他の植物でも秋口に気温が高かったり寒かったりをすることで狂い咲きっていうのが起きるので、まあ杉についてもそういった秋口の気温が高いことで、まあ要は雄花を先に飛ばしてしまうということがあり得るのかなというふうには考えています。あの苦しさが今年は早くやってくる。花粉症の症状から身を守るための対策は。いや、確かに今症状が出たとしても、え、これ何なんだろうみたいな、うんうん、寒暖差アレルギーとかもあるし、そうですね、気づきにくいっていうのもちょっと難しいですよね、まあ、ちょっと早めに出てるってお話ありましたけど、はい、岡さんどうなんでしょうか。はい、まずはですね、去年の花粉と今年の花粉、そのピークを比べてみたいと思うんですけれども、はい、去年に関しては2月の上旬に杉が飛び始めて、2月の中旬から3月の中旬にかけてが杉花粉のピークだったんですね、ええ、ただ今年、まあ、今が1月中旬なんですけれども、飛散が1月の下旬から、うん、そしてその後3月の中頃にかけて杉のピークということになりますので、うん、例年に比べると飛散が早くなりますし、ただ終わる時期は一緒なので、はい、期間は長いということで花粉の影響を長く受ける可能性です。なんか損した気分に、まあ、そうですね、まあ、そうですね、じゃないでもこれからそのデビューするっていう可能性もあるわけですよね、今症状になっても。でなぜこの飛散が早まっているかということなんですが、 VTR でもありましたが秋の気温が影響をしています。こちら9月10月11月の平均気温のグラフなんですけれども、緑色が平年なんですが、まあ、10月はだいたい平年並みだったんですが、9月や11月は平年に比べると1度以上平均気温が高い、うん、ね、そして11月去年の11月9日ですが、最高気温 29.3 度、これが観測史上最高だったということで、VTR でもあったようにですね、あの杉がですね、休眠という状態に入らずにもう早いうちから花粉を飛ばし始めてしまうということもあって、まあ例年に比べて花粉のピークが早まっている可能性があるということだったんです。でですね、花粉の飛散にはこちら、はい、表と裏というものがあります、はい、どういうことかというと、花粉の飛散量が多い表年と裏の年があって、これが交互に繰り返されるというのが杉花粉の特徴でもあるんですが、そんな中で今年はこちら、あ、裏、あ、一安心裏の年ということなんですけれども、こちらご覧ください。ウェザーニューズの予想ですけれども、やはり裏の年ですので表年の去年に比べると飛散量は少ないんですが、平年と比べると平年並みか
やや多い予想ということになりますので、やはり期間も長いということになりますので、今年もかなり影響を受ける期間が長いからほぼ表ですね。今年の裏はもう、まあ、そうですね、表乗りの裏というかね、まあ、ですから花粉症の方は当然対策必要ですし、先ほど長岡さん言いましたけども、はい、僕も花粉症じゃないんですけど、今年花粉症、まあ、デビューじゃないですけど、発症する方もいらっしゃると思うので、はいはい、ぜひ注意して聞いていただきたいなと思うんですけれども、大人だけではなくてもちろんお子さんも注意が必要になってきます。というのはこちらですね、はい、こちらのグラフなんですけど、スギ花粉の花粉症の発症の年代別の割合なんですけど、はい、ご覧のようにこの10代が 49.5 ということで、まあ、一番多い割合になっているんですよね。まあ、花粉症の症状が出るのってこの1月からその4月ぐらいまで、はい、でこの時期ってやはり風邪をひきやすい時期と重なっていますよね。ということで、お子さんのその症状というのが風邪なのか花粉症なのかが少し分かりづらいというのも一つ原因なのかなというふうに感じるんですけれども、じゃあお子さんのこういったところに注意して観察してあげたいっていうのがこちらですね、はい、まず口呼吸をしているお子さんがいたら、これ鼻詰まりによって口呼吸になっている可能性があるので、はい、もしかしたら花粉症かもしれない、はい、それから目のあたりを起こする、これはねよくあるかゆみですけれども、あ、まあ、ですからこういったサインがあったら花粉症なんじゃないかな、早めにクリニックに相談に行ってほしいと思います。そうですね。じゃあそのお子さんたちの治療法なんですけれども、こちらです、はい、気になります。基本は実は大人とほぼ同じなんですよね、うん、だから大人だからこうとかお子さんだからこうというのはありません、うん、というわけで治療法を見ていきたいんですが、はい、白土耳鼻咽喉科の白土先生にお話を伺いました、はい、まだ症状が出てない人とか症状軽い人はこちら早い段階で行う初期療法というのが有効だそうです。初期療法というのはどういうものか、はい、花粉の本格飛散が始まる前に医療機関で行う治療ということで、まあ、これからピークになりますけども、うん、ピークの前に本格飛散が始まる前に行っていただく治療が初期療法ということになります。今が大事なんですね、うん、はい、で主な治療法が投薬治療で、この抗ヒスタミン薬というのを投薬するのが有効だということなんですが、はい、まあ、どんなメカニズムかというと、うん、こちらです、はい、花粉に含まれるアレルゲンが鼻の粘膜にくっつくことでくしゃみとか鼻づまりとかそういったアレルギー反応を起こすんですけど、うん、それを抗ヒスタミン薬でまあブロックしてあげる、うんうん、まあ、だからハンターハンターで言ったら連合するみたいな、まとうみたいな感じです。分かりにくくなってきてまとって和らげるっていう、いらっしゃるから和らげるっていうことですね、うん、最初の説明で伝わってましたよ。こうすることで、まあ、症状が重症化するのを防ぐという効果が期待できるわけです。ヒスタミンが、そうです、はい、ちなみに白土先生によりますと、はい、早く花粉症を治したいとなると、市販薬に頼るっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、 はい、ただやはり市販薬だと少しアレルギー効果っていうのが、抑える効果っていうのがなかなか低いということで、うん、やはり、しっかりとクリニックで診療してもらって服用してもらった薬の方が効果があるということでした、うん、そしてやはり症状が進むと、はい、この初期療法というのは効果が期待できなくなってしまうところもあるので、うん、はい、早め早めの受診が必要ということなんですよね、さあそんな中、まあ、こういった治療とかお話ししましたけれども、はい、やっぱり各対策っていうのも大事じゃないですか。そうですよね、もう出る前にというかね。そうですよね、財津さんは花粉症じゃないとは思いますけど、はい、何かその対策を思い浮かべるものありますか。やっぱりお家に入る前にちょっと服についた花粉をはったき落とすとかはよく聞きますよね、うん、そうですよね、はい、岡さんは花粉症だけど、はい、なんか対策は。もう花粉の時期は早めに耳鼻科、行きつけの耳鼻科に行って、はい、まあ、3ヶ月分ぐらい一気に薬もらうのと、 あとはもう家に帰ってもう花粉の時期はすぐにシャワーです。家に帰ってすることがまずシャワー、直行ぐらいの、はい、服脱いですぐシャワー浴びます、はい、じゃあ服はもう玄関に落としていってっていう極端な話ですよね。まあ、そういった対策を挙げてもらいましたが、まさにこちらですね、まず財津さん言いましたが、この払い落とすっていうのは大事ですね、はい、部屋の中に入る前、玄関前で衣服についた花粉を払うこと、うん、そして洗い流すというところで言うと、まあ、うがい、手洗い、洗顔で洗い流す、そして岡さん言いました、このシャワーで全部も流してしまうっていうのもね、髪の毛の内側に入ってたりもしますので、ね、ちょっと動くたびにそこから落ちてきたり、そういうこともあると思うので、もう全てを一旦洗い流す。気持ちの部分でも花粉落ちてくれっていう、はい、あとペットも そうですね、ね、ワンちゃんだったりとかもですよね、それから洗濯物をどの時間に干すかというところで、はいはい、これ岡さん、時間っていうのはそもそも花粉の飛散量が多い少ない時間っていうのはあるんですか、はい、まず花粉っていうのは朝日が上がった時に山で
飛散をして、そこからゆっくりと都市部に来ますので、やっぱり日中帯が一番花粉が飛んできやすいということになって、少ない時間は早朝とね、早朝なので冬だから乾きづらいところはあるとは思いますけども、ね、はい、うん、花粉を避けるのであればやはり午前中に取り込む、まあ、だから早朝にね、早朝に干してあげる、まあ、もっと気になる方は室内干しとかも ね、していただきたいと思うんですけれども、とにかくピークになる前に対策することが必要ですので、早めの早めの対策をしていきましょう。